がとう、キラキラドスピン、ドドドドドドスピン。メイクする時間もなく始めております今日はね、お仕事大変だったんだよ。いっぱい頑張ったよ。みんなも頑張ったかい？今日もどうだ。ぼーちぼーちよく頑張ったねって、ありがとう。お疲れ様だよ、みんなも頑張った頑張った、えらいえらい、よしよし、自分よしよし3冊券購入済みですって嬉しい。写真集の重版イベントはね、4月13日にございますからね、皆さんね、お待ちしておりますよーうーたん、あ、なんだっけ、思いを届け、ありがとう。思い届いたよ、キュルルン、キュルルンルルン。今家に帰ってる途中。そうだね、帰ってる人いるよね。私がその帰った時、帰り道に幼稚園か、幼稚園があって、多分最後のお迎えだと思われるお父さんと親子と子供がいて、お疲れ様ですってなりました。お父さんお母さんお疲れ様ですっていう気持ちになりました。間に合った、さっきまで仕事してた。おかえりおかおかえりえり、よく頑張ったねみんなね。夜勤の人はこれからかな、頑張るんだよ。まだ資料制作中ですって。ひなちゃんの配信聞ける？すっぴんですか？すっぴんです、正解。グッズのアイロンかけをしますって、アイロンかけてくれるの、ひなのグッズにピシッとピシッとパリッとしてくれるのかい。すっぴよ、そう、すっぴんのピヨちゃん、略してすっぴよ。花粉症なもので、手がしばしばする。そう、すっぴよです。すっぴよってなんか書い、あの文字にしたらかわいい、なんかかわいい。しゃっくり止まってよかった。そう、なんかしゃっくり止まらんかった、ずっとみたいな感じになってた全然会いに行けてなかったの。写真集重版イベント行くか卒コンにするか悩み中。どっちも来てー欲張り、欲張りのひなちゃん、どっちも来てよキグ俺もすっぴん、お、すっぴん、すっぴんのピオちゃんズ、略してすっぴよでもいいよ。
とりあえず4月に申し込みます。卒コン専攻申し込んだ、嬉しい。うんうん、よいしょ。卒業コンサートのね、その専攻の申し込みが始まりまして、専攻の申し込みはですね、ちょっと待ってください、よいしょ、カンペカンペ間違えちゃいけませんか。ね、よいしょよいしょ、こんな感じの座席表となっておりまして、ここの後ろの席になるんですけれども、ここがね、好きな座席ってなってるんですけれども、ここは2階になりますね。2階で、これがまあ1階、1階っていうのかアリーナっていうのかちょっとわかんないんですけどになっております。はい、こことここになっておりまして、このお誕生日席っていう前方12列の前方12列目までの対象の席がですね、STU 法廷とスペシャルサポーター選考、STU 法廷とファンクラブ会員選考でのみの販売となっております。なので私の個人ファンクラブではなく、また別のその STU 法廷とのスペシャルサポータースペサポっていうのがありまして、そちらの選考受付か STU 法廷とどうだったST ホテルファンクラブ会員選考、これはあの私のメールとかもね読めるやつの選考なんですけど、こちらの選考でのみ販売となっております。ここの席はお誕生日席っていう名前になったのはなぜかというと、私が2月21日がね誕生日なのですけれども、お誕生日席のお値段もなんとお誕生日と一緒、2月21日となっております。はい、し、あのお誕生日席っていうのさ、あれですよ皆さん、なんかお誕生日席っていうのの意味を調べたらえっと、長方形のテーブルの短辺にあたる1人分の席のこと。誕生日祝いの際に主催の人が座る席で、つまり特別な席という意味があるんですよ、お誕生日席っていうのには。なので特別な席だよって名を込めて、しかも誕生日、しかも2月21日の誕生日のお値段にしてもらっているそう、数字見てすごかった。おー、さすが。まあね、何の21円ってなるもんな。え、何この21円。うんそう、そうなんです、21円ということでそこはあの21日の部分なので、皆さんよろしくお願いいたします何の21円と思うかと思うんですけど、はい、そう、お誕生日、私お誕生日、自分の誕生日のその221っていう数字好きでなんでね、それプラスお誕生日席っていう、その特別な席っていう意味も込めてお誕生日席となっております。あ、なんか引っ張られるな、なんでだ、ちょっと場所を移動したらいいのか、私が
もちろん誕生日席投げたって嬉しい。誕生日席はですね、いろんな特典があるんですけれども、お高いんですけど、ちょっと普通の席と、その代わりにいろんな特典がついておりまして、まあまずその前方12列目まで、ね、ここの前の席であることが確定しているのと、プラス私にひなちゃんに素敵な卒業ドレスをプレゼントしよう券、お誕生日席にはひなちゃんの夢である特別な卒業ドレスを用意するための制作費が含まれております。ということでですね、私今回もう私がすごく、なんだろう、アイドルにその入るきっかけでもある、やはり可愛い、なんだろう、衣装を着て踊っているこう AKB さんとかを見て、私はこうアイドルになりたいなって思ったんですけどね、やっぱそんな私の夢の一つでもある超特別な私のための卒業ドレスをどうしても着たい。はい、もう私のね、わがままもあります、こちらでも。はい、本当に申し訳ないんですけれども、皆さんにもね、お助け手伝ってもらうような形になって、そう申し訳ないのですけれども、でもどうしても、うん、夢でもあるこの卒業ドレス、憧れの卒業ドレスを着たいという思いが込められておりますので、ぜひとも皆さん一緒に叶えていただけると嬉しいでございます。いや、ちょっと夢叶えたいです。嬉しい。私が X でもそういった言葉をツイートしたんですけど、ポストか、ポストしたんですけど、みんながひなちゃんの夢なら叶えるよって言ってくれて、みんな優しいって、本当にありがとうって思います。はい、プラスで卒業ドレスをのやっぱその費用も皆さんにね借りて出し、なんていうの、費用もその席に入っているため、卒業ドレス着用でのお見送りプラス私の卒業ドレスを着た写真の取って出し写真がついてきますので、俺私たちがこの卒業ドレスをひなちゃんに着せてあげたんだなって、本当に似合ってる、可愛いみたいな、素敵みたいな、そうそう、皆さんのおかげで着れるますのでこの本当に私の夢でもある着たい卒業ドレスが着れるので、そう、その分皆さんにはその卒業ドレスを着用してのお見送りと、卒業ドレスを着たひなちゃんの撮って出し写真がもらえます、もらえる、その権利が皆様にはいただけますので、ぜひぜひ、本当に可愛い、絶対可愛いので、卒業です、本当に夢って感じなので、皆さんはね、もしかしたら方に卒業ドレスを作っていただけるのではないかと思ってると思うんですけど、予想してると思うんですけど、そうです、そうですそうです、そうです、そう、私が前アイドルになってよかったってこう X でポストしたじゃないですか。もうそれはもうこれを作ることが決定したから私ツイートしたんですよ本当に
心から思う。私アイドルになってよかったなって思う、思ったもんその卒業ドレス作ること決定して、うんうん、本当に。なるほど、あれ、そう、あれはもうこれのことでした。私がいいってそう、決まってからね。そうなんですよ、本当にアイドルになってよかったなと思って、この卒業ドレスのことでした作っていただけることが決まって、そう、うんうん、ねえ、嬉しい限り。本物のお姫様になるそういうことです。本物のお姫様になるのでよろしくお願いいたします。そしてですね、その前方12列目までの席確約と、ひなちゃんに素敵なドレスプレゼント使用券と、ひなちゃんの卒業ドレス着用でのお見送りと、卒業ドレスを着た撮ってなし写真、私の岩田ソロになるんですけど、撮ってなし写真と限定 VIP パスと、卒業コンサートロゴステッカーがあとついてくるんですけど、限定 VIP パスはあのユミリンが卒業コンサートを行った時に作っていたやつのひなちゃんバージョンになるので、ユミリンの時の限定 VIP パスはこんな感じだったんですけど、こんな感じの、 あの私バージョンで作っていただきます。はいそう、まだあの資料が私も来てないので、デザインのなんであのユミリンのやつになるんですけど、こちらはこちらでも今ユミリンのを出しているんですけど、こんな感じのビップパスがいただけます。はい、うん、これのひなちゃんバージョンですこれじゃないですはい、うん、あ、ユミリン2部行ったか、待ってる、これもひなちゃんのものぜひゲットしてください。そう、かわいい感じのパスになると思います。で、この卒業コンサートロゴステッカー、まだ卒業コンサートのロゴがね出てないと思うんですけど、私卒業コンサートのロゴもこだわってこだわりたくて、私が好きな絵師さんに今頼んでて、あと、うん、あともうちょっとしたったら、あの卒業コンサートのロゴが皆さんのボーンと SNS でボーンと出るので、ちょっと待ってください。卒業コンサートのロゴがどんなのになってるか、はいめっちゃ可愛いラフ絵で届いたんですよ、その卒業コンサートのロゴが。めっちゃ可愛いです、うん、そう、めっちゃ可愛い卒業コンサートのラフ絵を見せたら、え、これラフ絵なのってもう完璧に可愛いじゃん、ひなちゃんじゃんみたいな、あのちょっと何人かに見せたんですけど、そのロゴをみんなにめっちゃ可愛いって言われてるので、楽しみにしててください。このロゴステッカーもめっちゃ可愛いですひなちゃんこだわり詰まったコンサート楽しみすぎる。いや本当にめっちゃこだわってる、もうコンサートのロゴから言ったそう、卒業ドレスを私が提案しためっちゃこだわってる、うん、本当にもうどれ一つ可愛いです、可愛くないことなんてない本当に私の好きなものいっぱい詰め込んでおりますので、私の卒業コンサートね、そうなんで、お誕生日席少しあのお値段はかかってしまうんですけれども、この前方12列目までの確約プラス、私のひなちゃんに素敵な卒業ドレスをプレゼント使用券プラス、卒業ドレス着用での
お見送りプラス卒業ドレス着用の取っ手出し写真かっこ岩田ソロプラス限定 VIP パスプラス卒業コンサートロゴステッカーがいただけますので、はい、どれもとっても素敵なものにしていただきますのでよろしくお願いいたします。通常のあのお見送りは通常のお見送りぐらいのスピードになると思いますってなってるんですけど、まあでもこう通常のお見送りはだいたい一言ひなちゃんに伝えてひなちゃんが一言返せるぐらいです。はい、なんでそんなに剥がしを強くしないでくださいとは言うんですけど、まあ一応一言ひなちゃんに伝えたいことを考えてお見送りしていただけると助かりますね。うん、くしゃみでそうミュートできんかった。ミュートできた。そう、やっちゃんのこだわり満載卒業コンサート楽しい。本当にめちゃめちゃこだわっております。うん、そうなんです。ねえ、いっぱいこだわっておりますからね。素敵、好きなドレス着てステージ立ってる姿みたい、嬉しい、そう言ってくれて。私ももう本当にこう今まで卒業されてきたこう推しメンたち推しメンたちオタクしてたから推しメンたちを見て、最後本当に何だろう、その何ですかね、その一人一人にあったその卒業ドレスを着て卒業するっていうのは本当に素敵なことだなと心から思っているので、うん、本当に楽しい、私は卒業ドレスを着るのが。本当にニコニコしちゃう、考えただけで。うん、ちょっとみんなに何にもねネタバレになるからこんな感じなんだよとか言えないんですけど、そう、うん、この間ね卒業ドレスのなんかその素材で使うチュールレースみたいなやつを見せて持ってきてくださって、そうだからそれも見せたいぐらいこんな可愛いみたいな見てってレースの素材見せたいぐらいだけど見せれないから、あの本当に可愛いです。はい、ありがとうございますね。うん、そうネタバレが過ぎるのでできないんですけど、そうでも本当に皆さんのねお力添えもあって私の夢が叶うので感謝でございます。うん、うん、そうなんでお誕生日申し込んでくださった方にはね、そう近くでそのドレス姿のねのひなちゃんのステージをもう見て近くで、うん、お見送りでドレス姿のひなちゃんを最後に堪能して、そして写真を見て撮って出し写真を見て、うんうんってひなちゃんによかったねって思ってくださると嬉しいなって思っております。うん、クリーンさんは早速言ったけどドレスには目が行くからね、ぜひ可愛いドレスをって、優しい、いや本当に
本当にも夢である卒業ドレスをね着ますんで。あ、自分のカメラにドレス姿を収めたいな。そう、今のがお誕生日席の説明だったんですけど、月なそカメラマン席を用意しておりまして、月なそカメラマン、皆さんには月なそカメラマンになってもらうかなと思って、月なそカメラマン席は、こちらの席になっております。会場がここにね、廊下があるんですけど、を挟んだところ、お誕生日席の廊下を挟んだところに、ここですね、ここが好きなソカメラマン席となっております。はい、こちらではですね、撮影 OK タイムのみカメラでの撮影が可能となっております。なので、私がコンサート中に、ここからはカメコタイムでーすみたいな言ったら、撮影がね、その曲は、楽曲は撮れるんですけれども、そうなんでね、ひなちゃんの卒業コンサート、メンバーみんなとってもキュルキュル可愛くしているので撮っていただけたらいいなってすごい思いますので、ぜひぜひカメラ持ってるよとか、ちょっとなんだ、ひなちゃんのその最後の卒業コンサートのね、キュルキュルアイドル勇姿をこのカメラに収めたいんだっていう方は、ぜひぜひ月のそカメラマンしてください。ん？クシちゃんがやってきました。サラメタさん、クマありがとうね。クマ、友達からカメラ借りるので、カメコ席で申し込みましたって。うおー、嬉しい。カメラ、友達から借りるんだ。嬉しいね。いっぱい、友達の使って。カメラマン席申し込もうかな。ぜひ。そう。姉ちゃん、残してね、みんな。卒業ドレス着た。来てる時には絶対にカメコタイム入れようと思うのでドレス姿もいっぱいパシャパシャ撮ってくれたら嬉しいなと思います。はい、ね、他はどの楽曲でやるかナイスでーす。ナイスでーす。いつもね、こういうコンサートがあった時とかに、みんながそのカメコタイムの時に撮ってくださったお写真、本当にいっぱいいい写真があって、いっぱい保存させていただいているので、私もこの好きなカメラマンさんのことが好きなそっていう感じでそう、いっぱいレッスン送りますからね、四方八方。知り合いにカメラマン席座らせて撮らせる。なんかここに座れって言って撮らせてそうですけど。ねえ、私も毎回無限に回収しておりますね。無限回収、卒業も無限回収させていただきます。ドレスもだけど、キワキワ衣装たくさん着るんでしょ、楽しみ。そう、キワキワ衣装たくさん着ます。私が ST に入って、この衣装が可愛いって思った衣装は全部着ます。メンバーにも着させます、もちろん。はい、
やっぱね、うちの可愛いメンバーちゃんたちに着せていきますね。あんま普段可愛いやってくれないよっていうあのメンバーちゃんにもやらせますんで、よろしくお願いします。みんなキルキルにさせるよ。キルキルモンスター、一人一人キルキルにしていくモンスターだからね、私は。メンバー一人一人をキルキルにしていくモンスター、キルキルモンスターなんで、よろしくお願いします。誰かわからないけど、お誕生日席申し込みましたって、ありがとう。誕生日席はファンクラブ、エスティホテッドファンクラブ会員様とエスティホテッドスペシャルサポーターの会員さんのみ受付となっておりますね。よろしくお願いしますね。うん、申し込み完了ありがとうね。お待ちしております。うんうん、あのね、このお誕生日席があって、好きなソカメラマン席があって、好きな素席があるんですけれども、もちろんあの2階でも、ああ来てよかったなーって思ってもらえる演出にしたいなと思っているので、はい、ぜひと。まだ一般販売はしておりませんが。うん、そうそうそう、ぜひともみんなにね来てほしい。はい、あ、つまり全員好きな、そういうことです。うんうんうん、さっき言ったけどスペサポが何かよく分かってる。スペサポは本当にメンバーがブログとかね、動画とか投稿する、本当に何だろう、たまにスペサポののみのイベントがあったりするやつなんですけど、私もうね、何かしらは投稿しますよ。やはりこちらのお誕生日席の皆様に、申し込んでくださった皆さんがね、いらっしゃるので、うん、うんうんうん、セーターさんスペサポに入ってると SS 席に応募できる。あ、そう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 、スペサポは SS席、そう、持ち込みできるんすよ。もう申し込んだと思うけど、みんなは。早い、セプスポン設立された時から入ってます。早い、早め。なんか STU、 そういう、そのなんですか、これに加入したらいい席押さえておきますみたいな。うん、ところはあるかもね。うん、一番大きい利点で。確かに、セーター祭の席どんな感じかね。カメコ席申し込んだよっては、お写真楽しみにしてます。いっぱい撮ってね。ありがとうって感じ。いや、みんなにありがとうって伝えた私は。
本当に、うん、満足していただけるコンサートにしますんでね、必ずや。いっぱいいっぱい満足してもらえるコンサートにします。そう、いっぱい頑張ってるからね、みんな。みんなも楽しみにしててね。うんうん、確かにめちゃくちゃ寂しい、楽しみと同時に寂しさもね。本当にわかる。楽しみだけど私もなんか寂しい寂しいっていう気持ちもある。どっちもある。うん、もしかしましたあと当たるようにって祈っておきますありがとう。うん、いやー本当に卒コンどのシートか悩む悩んで決めてください。いつも腹八分なんだけどその日は満腹で帰りたいもう満腹、もうコンサートを見てお腹いっぱいになるんじゃないかってぐらい満腹になってもらいたいと思いますクレープの夢で岡田奈々さんとの共演が好き、何度も見返してます。うえー嬉しい。私が今一番したいことは暗闇の聖地巡りです。え、今日誕生日なので誕生日席申し込んでみます。当たりって、えー、おめでとう。すごい、お誕生日席用意してますんで座ってくださいつーちゃん、思いを届けありがとう。届いたよん。うん、近くで見たいしカメラに収めたいし確かにどっちもできる席はちょっとないんでね、みんなには選んでもらって。卒コンの日久々に友達と広島行けるので楽しみ。いつも一人なので、それはよかった。巡りないろんなひなの聖地をクシュウサギ。ちょっとこの次の日日曜なのでみんなで観光しようかと話してる。いいと思う、めぐりなひなの聖地を。お誕生日席で応募したい、目指す最善を。お誕生日席の中でも最善を狙っている頑張れ、勝ち取るんだう
京コンサートはね、本当にねめちゃこだわるから。お誕生日席にしようかな、支援したいしって、嬉しすぎる、ありがたき。そう、みんなにお誕生日席にしてよかったなって思ってもらえるようにするよ、絶対に。コンサートの演出もひなちゃんプロデュースなの。そう、私が決めていいよって、できることはやるよって言ってくださってるので、難しくて叶わないこともあると思うんですけど、なんだろう、気球に乗るとか叶わないところあるんですけど。そう、あの叶えれることはやってくださるみたいなので、いっぱい叶えてもらいたいと思います。はい。気球乗りたい。なんか昔 AKB さんとのなんか合同コンサートで気球に乗っていらっしゃって、えーって、私も気球乗りたいって思った。さすがに無理、気球無理です。お誕生日席行っとくで申し込むね、ありがとう、近くで見てくれ。そう、あれ結構高所、高所恐怖症は絶対に無理だね。ファンクラブのメッセージカード当たった。すごい、よかったね。ブルスターがもし余ったら気球にならん。ならん。気球はあの会場、会場のあれで無理。やっていい会場があるんですよ。どでか、どでか会場。ずさかわいい、ありがとう、かわいい。どうなんだろう、グリアリだったらいけたんかな。どうなんだろうね、グリアリでも難しそうなんだけど、どうだろう、ドームぐらい行かないと無理なのでは。アリーナでも無理かも。そう、憧れるよね、気球。さすがに無理。ステージから月に拾った卵を投げてほしい。まゆゆさんのパクリや。十万石まんじゅう、十万石まんじゅうだっけ、なんか文字違ったらごめんなさい。山口でできてたらねありなんですけどね。
投げもみじ投げ揚げとったら熱いぞ。うん、ジャル様卒業も豪華だったのね。私何回も見た。うん、DVD& ブルーレイ買って何億回見た。うん、レベルで見た。好きすぎる。なんか面白いなって普通に。うん、昔たわし投げてたし、いけるいける、あれも微妙だぞ、たわしも危ないんじゃないかって何回もなったぞ痛かっただろうな、たわし、たわしもらった人いたってなりながらもらったんだろうな。うん、氷投げ波乗りかき氷で氷投げてたの、みんなに冷たいって言われながら投げてたからな、あれ。うん、やっぱ私の痛恨なんで、もらって嬉しいものはね、投げたいなと思います。やっと声聞ける。こんばんは、こんばんは投げ銭いや、もらって嬉しいけど、ちょっとすいません、お金は投げれません。やっぱ1円もね、無駄にしてはいけないので振り止まった、止まったよ、結構前に止まった、大丈夫だよ。ルン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 、そつかの靴ってもう決まったの？まだ決まってないのがあるんだよ、何個か。ちょっと待ってね決まったっていうのは今ん？2つだ、うん、2つ決まってるめっちゃかわいい、もう超かわいい、2つ決まったやつ。うん、激かわ卒婚グッズ、激かわ問題ある。うん、うんうん、ドキワクしててください。ランダムないよ。うん、ランダムないですうんうんうん、あったとしても全部ひなちゃんです。はいあったとしても全部ひなちゃんですので、よろしくお願いいたします。とにかくぐらい全部揃えたい、嬉しい、本当に全部かわいいし、揃ってた時に、え、絶対可愛いってなると思うので、ちょっと見たい私も。うん、
全身フル装備至る所にね貼り付けてください貼り付けるグッズ買ったグッズそう靴めっちゃかわいい2個決まってるのでもうみんなに早く言いたいぐらい、うん、だから今みんなに言いたいのは卒業ドレスのデザインとあの卒業コンサートのロゴと卒業コンサートのグッズを早くみんなに言いたいぐらい可愛いけど言えないなんなら瀬取りこんな感じなんだよねって言いたいぐらいいい瀬取りけど言えないことばっかり言えないよお口チャックお口ミッフィお口ミッフィしないとお口ミフィーなので発表されるのをお待ちください瀬取りの発表はありませんけどドレスの発表もありませんけど当日うわーってなるのをお楽しみにくださいグッズとロゴは出ますいつか出るロゴはもうちょっとしたら出るうん、全部プロデュースしてってすごい。いやーなんかみんなにこう最後こんなひなちゃんを見て終わってほしい。思って、うん、るのもあるし、やっぱりみんなに、あ、満足度高いみたいな、全部良いみたいなのをやっぱ届けたい。うん、私も後悔するし、ね、あ、もうちょっとこだわってればよかったなーって。私も後悔したくないそう、当日どんな席になっても叫ぶんで後悔ないようにいっぱい叫んでくれ、うん、顧客満足度ナンバーワンそうやっぱ顧客満足度ナンバーワンなんでそう全部にねこだわってひなちゃんのそのなんだうん応援してきてよかったなって思ってほしいから全部にこだわってみんなに全部満足してもらって終わりたい。うん頑張ります。いっぱい頑張ることあるので。
頑張っていきたいと思います。9時59分。私今日何時から始めたっけ、いつも何時に始めたかわからんくなるが、お、9時2分からありがとうございます。じゃあ今日は、せっかくなのでで歌おっかな。カラオケ大会僕らのためにいろいろ考えてくれたと思うだけで泣けてくるめっちゃ考える。もちろんあの誕生日席もいっぱい考えたし、そう好きなそのカメラマン席もねみんなでいっぱい撮ってもらう素敵な席だと思うんですけど、好きな素席も絶対に飽きてよかったって思うと思うし、えひなちゃんの好きな素になっちゃうっていう席にするのでそうそう、もうみんな満足、させますんでよろしくね。はい、本当に入ってよかったなって、じゃあ卒業コンサート来てよかったなって思わせるんで、卒コンで沼る人も続出させたいと思ってるんでやっぱ最後の最後がね、あの好きな素にさせる、はい頑張る。やっちゃんどこにでも見つけてくれ、本当にどこまでも行くしね私。お、クッションが、クッションが暴れとる。ご飯か、ご飯、ご飯の時間だ。ちょっと待ってね、みんなクッションにご飯あげてからカマキするよ。クッション、こっちだよ。今日はあのレッスンだったもので真っ白、真っ白人間でございます。はい、白、真っ白女。うん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 、暴れてた。ご飯、ご飯の時間だぞって暴れだした。なんかクッション体内時計がしっかりしすぎていつもね怒ってくる。ひなに10時だぞっていつも10時なのバレる。あと1ヶ月悔いなく過ごせるように毎日ひなちゃんのこと考えてます。嬉しい、考えて、そう時間に厳しいんでうちのうさぎは何やったかな今日。ドルルルン、
トトトトトン。よいしょ。ゆるぼ歌ってほしい曲、ゆるぼ。チャートリの予習したいですチャートリ予習するか。じゃあもうちょっとで生誕祭だから、私の今日はチャートリ予習会にする。うん、みんながチャートリ公演で声出せるように声出していこうぜっていう感じで声出せるようにあのじゃあみんなちゃんとコールの練習しといてね。家でいる人はね、外にいる人はいいけど、今家で見てる人はあの声出ししててください。何から歌おうかな。声は気分中からかな。声が奇病中あるのかな。ちょっと待ってよ。あ、ないかも。え、ないかも。あ、ない。しょん。何かな、歌おう。誰もいない研究室でコールするか。どんなところで配信してんだ。親隣にいるけどコールしても大丈夫大丈夫。あの親って子供がする行動何もかも許してしまうんですよ。大丈夫ですよやっぱコールした方がいいですかねあの地蔵があのいいぞっていう方もいると思うので、心の中ででもやっぱ自動されている方も心の中でコールを打ててほしいので、一応じゃあ心の中コールっていうのを練習していただけたらなと思います。はい、卒業記念くじ引いて師匠があったりひなちゃんのパンフレット当たりました。すごいね、それはすごいよ。うん、それはすごい。はい、最強ツインテール、やっぱ最強ツインテールのコール練習からするか。じゃあ、あ、待って、最強ツインテール入ってないんだった。思い出した、私覚えてる。じゃあ何がいいかな。あ、キャパシティいいんじゃない。声出しにぴったりよ。キャパシティは回遊魚のキャパシティ、あれない。嘘だ、あるだろうが、絶対にあるだろうがよ。ないってことはないだろうがよ。ちょっと待ってね。くこさかって、あこさ、あれ過ぎてる。かにゃん、かにゃん、え、ないんだ。え、ない、悲しい。みんなチャートリの練習ができなくて悲しいよ。ぐわえ、ないよね。もう一回言って、みんながあるっぽい言い方してるからもう一回言って。いくよ。確信、違う、快速と動体視力、確信が持てるもの、風の行方、風の螺旋、風は吹いてる、悲しい歌を聴きたくなった、悲しき近距離恋愛、彼女、彼女になりました、カフカとデンデンの宇宙、考える人、騎士が見える海からになってるからないんだよ。
悲しい。オンリートデイ、あ、オンリートデイありそうじゃない？オンリートデイ、あい、あい、う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 、カになっちゃった、カになっちゃった。あい、オンリートデイどこやねん。あ、ないかも。何もないかも。みんな何もないぞ。ちょっとあまりにも何もないからこれを流しといてもいいか。何もない。みんな何ならあるんだ。うるさい、ちょっと待って、うるさい。 BGM うるさすぎた。こんぐらいだな。エンポスはありそうだよ、さすがに。遠距離ポスター。いや、そんなことある？そんなことあっていいの？あってはいけないよ。エンポスがないなんてことは。か、そういうこともあるもんだ。なるほどね。やばい、大鉢は終わってしまった。あ、ラブトリがさすがにある。待って待って、ラブトリ、はい、ありました。さあ、私の生誕祭へ向けて皆さん、チャーミングトリップ公演のコール練習お願いいたします。チャミのせたね、壊滅すぎて全然練習できないんですけど、今日頑張りましょう。僕らの知ってる街はどこへ行ってしまったのだろう。空き地も丘も消えてた。見たことない景色が広がる。記憶を修正しながら、いつしか大人になってしまった。過去が未来が、愛はなこラウトリ、時の彼方へラウトリ帰ろう。胸の僕にしまっていたあの頃、愛はぜラウトリー、君はどこにいる？ラウトリー、会いたい。ずっと言い忘れたことがあるんだ。恋はいつしか上書きされてゆくもの。だけど最初の切なさ覚えてる。君と出会った夏の空の下。はい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 。あ、いっぱい、じゃあ、あのハート送っといてください。絵文字ラブでコールよろしくお願いします。心が折れるたびに、夢の続き何度も眺めた。
あの時僕らは期待して、どういう未来を想像してたか思い出せない。 I wanna do ラウトリー、君を探しにラウトリー、もう一度理想だけを語り合った青春。 You want them ラウトリー、君は何してるラウトリー、会いたい、ずっと言えなかったことがあるんだ。僕は今日まで後悔し続けている、自分の気持ちを隠していたことを好きと言えなきゃ夏は終わらない。ラブトリーラブトリーラブトリーかっこいい、ここの感想のギターかっこいい。君に会えたら何を入れるのだろう、あの人を同じ校舎の片隅で大人になった。僕はようやく正直になれるのだろうか。 I want goラウトリー、時の彼方へラウトリー、帰ろう、胸の奥にしまっていたあの頃。 I want them ラウトリー、君はどこにいるラウトリー、会いたい、ずっと言い忘れたことがあるんだ。恋は消えずに心が蓋をするものだから、時々開いてみたくなる。君を思った夏の青い空、ラブトリップでした。続いては何が入っているかな。ちゃんと予行練習したいけど、何が入ってるかな。最近チャートリに入った曲、あ、入ってるぞみんな。はいはい、皆さん、3月16日のひなちゃん生誕祭ということでね、チャートリ予行練習中でございますけど、最新です、これ。最新のチャートリに入りました。この楽曲練習してもらいましょう。はい、コールを心の中で打ちながらね。コメントにはじゃあ何を打ってもらおう。あのわ、うん、なんか赤ちゃんみたい。赤ちゃんの絵文字送っといてください。いきまーす。あれじゃなきゃこれじゃなくさ、あれしたいこれもしたいねえ、早くワンツースリーフォーイエスと言ってよ、やだやだ今すぐ。なんでも聞いてよ私のリクエスト。
少し大人のあなたはイエイイエイあんてまだまだ半年付き合ってるのか微妙だけど家庭ばかりいてごめんねだって子供の私はイエイイエイいくつ年下でしょう甘えすぎても許してちょうだいわがままコレクションわがままコレクションわがままコレクション女の子だからわがままコレクションわがままコレクション言いたいほど大じゃって放題もっともっと持ち入ってもっともっと愛されたいハートのどこかに隙間があるようで構ってくれないとスースーしてくる呆れられちゃう境界線まで試してるの私を好きならどんな時でもあなたはイエイイエイずっと優しい目をして私のこと見守るようにそっと頷いてくれる世間知らずな私をイエイイエイプリーズ笑って許してあなた困らせて愛を確かめるお兄ちゃんコレクションお兄ちゃんコレクションお兄ちゃんコレクション兄弟いないからお兄ちゃんコレクションお兄ちゃんコレクションあなたも可愛いもっとにしてもっともっとだがこねてもっともっと泣いたりして頭の片隅心配してるのいい加減にしろよって合ってないバイト帰るごめんなさいちゃんとね共犯の中で嫌われたくはないから失いたくないからピンと張ってるそのロープで愛とわがまま綱引き自分じゃじゃん、はい、もっともっとじゃいいでもっともっと愛されたいハートのどこかに隙間があるようで構ってくれないとスースーしてくる呆れられちゃう境界線まで試してるのイエスと言ってよやだやだ今すぐおいなんでも聞いてよ私のリクエスト あれ取ってこれも取ってあれじゃなきゃこれじゃなくちゃあれしたいこれもしたいねえ早くワンツースリーフォーふん早口言葉もはや早口言葉やろってぐらいのわがままコレクションでしたお兄ちゃんコレクションってなんじゃろお兄ちゃんなんでやっぱりうんわがまま聞いてよっていうことでしたねお兄ちゃんをコレクションしてるんですよあの私実はあのお兄ちゃんコレクションしててはい
い。ね。すいません。わがまま聞いてもらうお兄ちゃんをコレクションしてるんで私。怖い。ことないよ。新しく入った曲入ってるかな。なんか どこ行ったかな。だだだだだ。傷待ち。キスマッチ入ってた気がする。なんか歌った気がする。あったあった。バーンバーンバーンバラバーン。最初の音楽好き。ハンタキスキーサンデーラビー。なんか低い。合ってるのか分かんない。How to kiss me Sunday love me。 こんぐらい。この苦しい胸の使えをどう表現すればいい。地球上のすべての言葉を探しても見つからない。図書室の棚の隙間から彼の横顔に憧れた。私の恋はいつも日の当たらない。ほんと秘密の匂いがする。傷の仕方を教えてほしい。どうすればいいの。どのタイミングで目を閉じるの。女の子は待つしかないのでしょうか。 How to kiss me Something lovely。誰かのこと好きになるたび、なぜわかってほしいのか。答えを聞く勇気はないのに、存在にね気づいて。雨の日の渡り廊下で彼に会えそうな気がする。こんな天気の午後は図書室だけがただ一人でいられる場所。キスのプロセス悩んでしまう。どんな気がけでロマンティックになってゆくの。男の子も誘ってまいけませんか。すいません、キスしませんか。恥ずかしい。キスの仕方を教えてほしい。どうすればいいの。どのタイミングで目を閉じるの。女の子は待つしかないのでしょうか。 How to kiss me Sunday loving。
テラピキス待ちでした。いい歌詞。2番目の2番目のなまりすぎ2番目の歌詞がいい歌詞でした。キュンキュンした。なんか想像できる情景がって感じでキュンキュンしましたね。2番目の歌詞カチカチ拍手拍手拍手。セリフが最高すぎる。セリフがある曲好きだなみんな私も好きだけど、あとチャートリンで予行練習できる曲あるかな。みんなが声出しできるように予行練よくお練習本気と思ったなんて。青い月あるんかな。なさそうだな予想で予想でないないな。やはりやはりな予想はできてたぞ。アスラギかな。ありそうなのは。あったあった。のうでもハスラギは最後え、こんなになんか歌ってないのありそう。ああれだ、遠距離ポスターないんか。私これ検索したっけもう。ごめんね好きになっちゃってなさそう。なさい、なさそうな曲ってかありそうでない曲が多い。待ってね。くるみはあるんだ。クルミはでももうやってないんだよな今のチャンパリは。ごめんね好きになっちゃったあるんだ。じゃあごめんね好きになっちゃってた。ごめんね君を好きになっちゃって迷惑だったよね気を使わないで悪いのは僕だ。なんだろうねこれ。まあ、ハート送っといてください。絵文字。みんなの前ではっきりと言ってくれよ。彼がいるからの。あなた付き合えないってそんな誰かがもしも君にいなくたって僕にとってはそう諦めがつくってことさ今考えてみればセコン率が低すぎる学校で人気者の君と僕じゃバランス。ごめんね君を好きになっちゃって恥ずかしくなるよ
身の程知らずな夢を見た、あ君を好きになっちゃって、でも楽しかった、最後に言わせて、泣きたいくらい好きだ。うん、他の誰かに気づかれたくなかったから、友達よりもさりげなく距離を解いた。でも君はいつだって優しくしてくれたよね。ほうほうリバー初めて歌う人今だせさ、今でも僕の愛は変わらない、あの日からずっと出会えただけで幸せだ、あ僕の愛は変わらない、叶わなくたってもう一度言わせて、大好きだった君が。皆さん、チャーミングトリップ公演予習できてますか？いっぱい予習する曲があるので個人練習も忘れずによろしくお願いしまーす。君を好きになっちゃって悔いなんかないよ、遠くで見ていた恋の日々、あ君を好きになっちゃってずっと永遠に思い出すだろう、泣きたいくらい好きだ。なっちゃってでした、ルンルンしましたね。ルンルンしたね、みんな。予習にぴったりやな今日の配信は。チャートリ予習、チャートリ生誕祭目前チャートリ予習って感じ。あと予習した曲ありますか皆さん。入っていればなのだが、おおばちゃんもや届けるやと、届いてるよ。奇跡は間に合わないは歌いません。でもユニット曲なんでその時にねしか見れないようにしてます。待って、ラベンダーフィールドあるかな。あ、ないや。ない。喉が。チューズミあるかな。ちょっと待ってね。チューズミ。なんか違う人のチューズミがいっぱい出てきた。
違う世界線の人の地図に出てきちゃった。つだ、今これつだ。ちよずみないな。ない、ない曲ばかり。チャートリのセットにない。プレイリスト作って毎日聴いてる。それがいいかも。うん。そうなんだ。公演曲だからかな。じゃあ普通に何でも歌ってほしい曲歌ってあげます。STU 楽曲、STU 楽曲なんか歌おうかな。なんだろう。あ、これがいいよ。これがいいよ。よいしょ。久しぶりに歌う。あれから僕の時間はどれだけ過ぎ去ったのだろう。振り返ってみたとこで午後で何も残ってない。だけどそっと目を閉じれば今も浮かぶ青春よ。あんなに夢中で走ったあの頃、一人きりで生きてたらここまで来られなかったよ。どんな時も君がいて声をかけてくれたからだ。道はここで分かれる。君と僕も新しい世界へ。最後に抱き合って、何も後悔なんかあるわけないって、ちゃんと言えたらかっこいいんだけど、この胸の片隅に引っかかってるものがある。人は誰も全てやりきったなんて簡単に言えないよ。やり残した何かを明日頑張ろう。何を話せばいいのだろう。思い出がただ溢れて君の顔が滲んできた。風がそばを吹き抜け、頬の涙拭ってくれる。全てが優しくて、どこに心の恋があるわけじゃなくて、何もないとは言い切れないだけど、でもそれは一瞬のセチメンタルかもしれない。次の道に進むその分岐点は食べなくしまうもの。ここまでやってきたんだ、自信を持とうよ。成長をして
僕らは変わらずに Be the hand and high Nobody ready I wish you all the best In time I achieve Longing for that day はい5億年ぶりの公開なんかあるわけないでした。卒業曲ですか。一応ね。卒業するって。はい。しみますね。いい曲やん。うん。曲いい曲好きやな。なんか結局自分で決めちゃったけど歌いたい曲あったから。みんながあの歌同時曲あったらね送ってください。私はこの後悔なんかあるわけないの。D メロが大好き。夢逃げいい曲みくりんさんも卒コンのやってたよね夢逃げいい曲だなんかないか探したけど、また、だなよ、なんかないかな。君はメロディー印象カラオケ来たカラオケ来たかも涙ソング本当だよ涙ソングを歌おうとしてるみんなには桜の絵文字送ってもらおうじゃ
春の魔法に日差しは変わって、人も街も明るめに着替えた。風に誘われ気づけば知らずに僕は口ずさんでいた。遠い昔の記憶の彼方に忘れかけてた二人のフェイバリーソン、なぜこの曲は浮かんだのだろう。突然に愛しさはいつもずっと前から準備してる。ノイズだらけのレディオが聞こえてきたんだ。時を超え君はメロディーメロディー、懐かしいハモニーハモニー、好きだよと言えず抑えていた。胸の痛み僕のメロディーメロディー、サビだけを覚えてる。若さは切なく輝いた日々がよみがえるよ。君と歩いたセンター街から通り抜ける青春に迷って、知らないうちに大人になってた。歌を聴くこともなく何を忘れてしまったのだろう。新しいものばかりを探して、今の自分に問いかけるようなあのミュージック。偶然はいつも教えてくれる意味があると思いがけない未来、眠ってた恋が目を覚ます。甘いメモリーメモリー、夢を見たゴリデイズゴリデイズ、さよならに込めた永遠こそ僕の違い。不意にメモリーメモリー、面影を鮮やかに無意識にそっと口ずさむ僕は今でもまだ。はあ、早口だ。振り返るように君を思い出すだろうか。あの頃いつも流れた君はメロディーメロディー、懐かしいハモニーハモニー、好きだよと言えず抑えていた。胸の痛み僕のメロディーメロディー、サビだけを覚えてる。この苦い感情が溢れ出す今もメロディーメロディー、きっとどこかで君だって口ずさむだろう。思い出の時には優しい。口ずさむだろう、いつの日にかあの頃のメロディー。わあ、満開の桜だ。ありがとうございます。桜の見頃の季節かなってぐらいの桜、ありがとうございます。見頃かもね。パチ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 、いい曲でした。
なんかラスト1曲選んで決めようかな。なんかいいのあったら言ってね。どうしようかな。何がいいかな。激悩みだな。みんなのコメントに頼るわ。リラックスはランキング読むとき流すね。ヒロの大好きなリラックス。引っ掛け。乃木坂あり。乃木坂様。今話したい誰かがいる。帰り道は遠回りしたくなる。いいな。きっかけもいいしな。どうしようかな。コメント見よう。ね、バスデーライブバスラをやっておられまして、超見に行きたいんですけれども。あー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 みんなが卒業曲がいいっていう。あわわわわ。どれがいいかな。どれも同じぐらいいいな。みんなの、ハルジオン懐かしいよね。私ハルジオン聞きながら、いい曲だーってなったの、すっごい懐かしいんだけど。懐かしい。懐かしい。今、今シングルは、あれだったもんね。チャンスは、平等だったもんね。
確かに岩沢さんも出してるいい曲、アルジオンつく曲に悪い曲ないんかもしれない。うーん、ね、最新シングル、私チャンスは平等って見て、チャンスの順番ちょっと思い出した、チャンスの順番うん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 、チャンスの順番いい曲じゃない？急に好きなんだよな。歌をなんか決めよう、さすがに。きっかけにしよっかな、一番最初のリクエストに答えていきたいと思います。じゃじゃん、いい曲。交差点の途中で不安になる、あの信号をいつまで青い色なんだろう、不意に点滅し始め急かすのかな、いつの間にか少し早歩きになってた、自分の意志関係ないように、誰も彼も皆一斉に走り出す、何に追われ焦るのかと笑う、客観的に見てる私が嫌いだ、決心のきっかけは理屈ではなくて、いつだってこの胸の衝動から始まる、流されてしまうこと抵抗をしながら生きるとは選択したった一つを選ぶこと、横断歩道を渡っていつも思う、こんな風に心に信号があればいい、進みなさい、それから止まりなさい、それがルールならば悩まずに行けるけれど、誰かの指示待ち続けたくない、走りたい時に自分で踏み出せる強い意志を持った人でいたい、もう一人の明日の私を探そう、決心のきっかけは時間切れじゃなくて、考えたその上で未来を信じること、後悔はしたくない想
もったそのまま正解はわからない、たった一度の人生だ、ほら人混みの誰かが走り出す、つられたみたいにみんなが走り出す、自分のこと自分で決められず、背中を押すもの欲しいんだ、きっかけのきっかけは理屈ではなくて、いつだってこの胸の衝動から始まる、流されてしまうこと抵抗しながら生きるとは選択肢だった、一つも選ぶこと思ったそのまま生きよう、久しぶりに聞いたらとっても分からなかったところがあったけど大丈夫そうすいませんね。きっかけはね、めっちゃ好きでめっちゃ聞いてたけど結構前の曲だからね分かんなかったところあったけど大丈夫そう、大丈夫そう、あ、よかったー悔しい、一悔しい曲だったね、手数だったよ、ありがとう。うん、あれ欲しかった。あの、なんて言ったっけ、なんて言ったっけ、仮歌じゃなくて、ボーカル、ボーカル欲しい。ボーカルさえあればね、何でも歌えるんだけど。なかなか難しいね、カラオケってものはって思わないわかんなくなる、そうガイドボーカルが欲しいです。AKB さんでこういうさきっかけみたいな曲って何なんだろう、ガイドボーカル、それそれです。ポチポチ、うんうん、
人気曲ランキングに3月9日が入ってる。懐かしい。1位が3月9日になってる。懐かしい。ザ・卒業曲すぎる。超今の季節だよね。だって本当に卒業式帰りの人めっちゃ見るもん。本当に見る。ああ卒業式帰りだーってなる。ギュってなる。胸がく苦しいって。春の卒業式の帰りの人たち見て胸が苦しくならない？あたちだけ？今日たくさん卒業式やったーって。ひなちゃんの卒業帰りの我々はもっと泣いてるよ。いやでもなんか胸苦しくなるっすよマジで。なんかギュッてなるんだよな。わかる。卒業証書を持ってるのエモいし、普通に制服着てここに花がついてるだけでもうエモい。卒業式ってギブミーファイブ歌ったよってめっちゃ楽しそうで羨ましい。ギブミーファイブちゃん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 、めっちゃ楽しそうな。卒業式で笑う。私はねあれしか覚えてない。あれしか覚えてないっていうかやってないんですけど、私卒業式中学も高校も一人で行ったんですよ。そうお仕事でやってたので、アイドルバーやってたんで一人卒業式したんで、一回だけその参加できたので小学生の時なんですけど、本当に旅立ちの日にだった。この広い空にって感じだった。今別れと。そう、俺やると歌う。合唱。大だと未来信じて。合唱っぽい声で歌うのちょっと面白いよね。この広い。合唱っぽい声で歌うのおもろい。自分の声に潰れる。私ソプラノだったよ。別れの時はできない。両方やるとする。今両方やるのね。しがち。
うわー、桜のしおりめっちゃ合唱曲だよね。桜の花は別れの匂い、ララララララ、あれの MV でした。袴にさ、天使の羽つけてさ、何それかわいい。私は大学卒業するとき、天使の羽つけてやろうって思ってたね。そういえば何どれって思った、そう。だが私は大学院には入らなかった。でもなんか袴に天使の羽つけてんの可愛いんだよな。超目立つだろうな。でも天使の羽つけとる、あの卒業生天使の羽つけとる袴に。感じまくり。やっぱり春だね。でも春結構一番好きまであるんだよな、季節の中で。悩む。冬も好き。いや、冬は結構好きかも。やっぱ冬が一番好き。春は2番目だな。花粉あるしね。春は2番目。花粉のせいで2番目。だって冬いいじゃん。雪降るとテンション上がるしさ。クリスマスとお正月あるしさ。誕生日もあるしさ。バレンタインもあるし、なんか全部好きな行事。全部好きな行事が冬に詰め込まれてる。ホワイトデーもうすぐじゃん。みんなお返し待ってるね。ホワイトデーソングって何なんだろう。ホワイトデーソングはないかな、さすがに。え、ホワイトデーにはって曲あるね、確かに。え、どんな曲だっけ、どんな曲だっけ。あったら流したいけど、歌わず流したい。あった、びっくり。流してみよう、みんな。みんなにこれ歌詞見えてるの。あ、見えてないんだ、みんなに歌詞。じゃあひなが今から朗読してあげるね、歌詞。教室は私一人きり、日曜の午後、
大好きな彼の席につきうっとり中、手を吸ったせなかったチョコレートはママから教わった片思いレシピ、ホワイトデーには何か起きるのかな、あげてないのに虫が良すぎるよね。ホワイトデーには私の気持ちがなんだか通じちゃったりしてなんてね。っていう曲でした。皆さん、わかりましたか？ホワイトデーにはの曲。っていう曲でした。だからホワイトデーにはっていう曲どうなんだったかなって思って聞いてみたんですけど、全然思い出せなかった。私は、歌詞だけなんか、あ、なんてねって最後言ってたなーっていうぐらいしか思い出せなかった。曲ちゃんとしてるだけ色とかもない。曲ちゃんとしてる人はえ、何ってなるね。何いやじゃ何朗読してる。うん。ホワイトデーソングはこれしかないでしょうか。朗読100点ありがとうございます。すいません、あのなかなか一話の赤い字になんか赤字になっていくんですけど、歌詞がそれに合わせて読んだんですけど、なかなかちょっとためが多くてあんまり歌詞がない、歌詞少なめの曲だったからめっちゃためてた。歌詞朗読クイズ楽しそう。君が言う朗読したら持っていく本当で君が言うからめっちゃ食べてから次の言葉言わんといけねえ。リセット声のだね、いいよねリセット声。チーム K さんって感じ、リセット公演って本当に。転がる石になれ、リセット公演に入ってるんだっけ、どうなんだっけな、なんか転がる石になれのイメージ強いけどどうなんだっけ。あ、引っ越しましたわ、めっちゃリセット公演だな。確かに感情になれますか。あなたにお弁当作って、チチ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 チ。うん、いいですか。
てんかわいい。エキリザの公園見に行きたいな。新公園見に行きたいな。オタク新公園見に行きたいな。うんうん。うわー、シアターの女神公園はね、大好きだよ私。大好物、大好物公園です、それ。いいよね。やばいよね。まあチムビーさんのその公演はやっぱアイドルって感じだから好きだな。うん、楽しいってな。ツンデレ、ツンデレアリちゃんがやってるイメージが強すぎる。アリちゃんが一番最初のツアーの時やってたイメージ強すぎる。うん、私はツンデレ。うん、チャ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 ン。私あの時何やってたんだろう。そのツンデレやってた時私何のユニットしてたんだっけ。ウィンブルドンなんかな。なんだっけ。思い出せ。天使の尻尾の犬ちゃん最高。嬉しい。天使の尻尾かわいいよね。恋はいたから、天使の尻尾ふわふわの世界で見せると、どうしたかな、眺めてる私だけの片思い。ちょちょちょ。よし、それではそろそろランキング読んでいきます。ひなたまランキング読みますよ。よいしょ、 BGM をかけましてと。10歳、プリンさん、泣けるメドレーありがとう、天使の声なさ、あらいいだーす。ありがとうございました。こちらこそ聞いていただき、ちょっとBGM下げますね。このぐらいかな。12位、1文字3文字、史上最高に可愛いひなちゃんを見届ける、4月20日。絶対に見届けるよな。ツーチーパンパン、卒コン投げました、2週連続広島行けますように。嬉しい、本当に。その写真集イベもありますからね、お待ちしております。どっちも、ん、なんかランキング変わってるな。10歳のドリーンさん、12、1文字3文字3、
11じゃない11、ハグちゃん、疾風の貴公子、ハグちゃんのことが好きだぞ。10位ソウルメイトさん、ソウルメイトさんのことが好きだぞ。9位ウータン、ウータンのことが好きだぞ。8位ツネちゃん、ツネちゃんのことが好きだぞ。7位マコトさん、好きなソカメラマン席オープンしました。おお、じゃあ好きなソカメラマン頑張ってくださいいっぱい撮ってね、嬉しい。6位ポンタン、5位サマキさん、イナーさんお元気そうで何より、残業より愛を込めて、あら残業中にありがとう、本当に元気です4位スケさん、一緒に夢を叶える機会をくれてありがとう。こちらこそ、私のわがままを聞いてくれて、私の夢を叶えようって思ってくれてありがとう。サイン2さん、卒コン絶対行くよ、この目に焼き付ける、絶対来て何があっても来てね。ユッティさん、名曲メドレーに感動、卒コン絶対行くだぞ、絶対来て、いっぱい名曲やりますんでね1位がトロロロパパーン、おばちゃん岩をもちろん抜く願いになちゃんとのまる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 、今日もおーちゃんのことが好きなさーん。ということで、皆さん本日もスペシャルギフトコメントありがとうございました。やめてないみんなもありがとうね。まだフォローしてない人はハートのボタンを押してフォローしてください。 X インスタ TikTok もフォローしてね。そして今日から私の卒業コンサート4月20日に行われるんですけど、それのねお誕生日席っていう前の方で見れるし、いろいろ特典もついている特別な席プラス好きなそのカメラマン席の詳細が出ましたけれども、ぜひぜひ卒コン会いに来てください。申し込み待っております。それでは皆さん、今日は一日リラックスお卒業でしたバイバーイ、うずぴよー、卒コン待ってるねー、見に来てねー。